はい、どうもこんにちは、ショコラです、今日はですね、こちらの M6 号ですね、ミリタリーのパンツ M6 号、これをですね、3つほどコーデをやっていこうかなと思います。で、M6 号はなんせ、お買い求めやすいまあ、あとどの古着屋にも、もう結構その定番っぽい、アイテムを取り扱っているような古着屋であれば、まあ1本くらいは置いてるだろうなっていう感じで、見つけやすいですね、探しやすいです本当に。そんなに何十点とかを回って見つかんねえっていうようなアイテムではもう決してなくて、本当にありそうだなと思うところ2、3店舗もあれば、まあ1件はあるだろうなっていう感じ。まああとはそのサイズだったり、程度だったり年代だったりがちょっと、ドンピシャが来るかどうかはまあ分かんないですけど、まあ、最低でも何でもよければ M6 号だったらもうすぐあるので、まああとはちょっとね、そのコンディションとか自分の好きなサイズ感を探すのに、もうそれもそんなに手間じゃないぐらいのやつなので、なんせ手に入れやすいの割にめちゃくちゃかっこいい、合わせやすいパンツということで、こちらの M6 号をですね、選んで これの、まあ、コーデちょっとなんか参考にというかですね、やれればなと思います。はい、ちなみに今入っているのは M47 ですね、フランスの、はい、パンツですね、フランスの M47 のパンツですね。これもまあなんだろうな、ちょっと生地感が違うのとか、まあちょっと俺のやつこれ前期なんですけど、結構太いんですよ、結構太めのやつで、以前ジョニー・デップのコスプレをしてちょっとミリタリー屋さんお邪魔したんですけど、その時に履いたやつですねこれは。はい、なのでなんだろう、ちょっとね、結構太いんですよ。まあこの M6 もちょっと太めなんですけど、ただこの後期のやつはもっと細いやつとか、あとこの間ミリタリアで片桐君のやつですけど、11っていうサイズ、ウエスト1、レングス1っていうやつがあって、そのあたりはだいぶちっちゃいので、すごくこうスタイリッシュにっていうか、シュッとミニパンを履きたいなっていう人は M47、まあ、要はフランス軍なのでアメリカ軍よりもちょっとやっぱこう、なんて言ったらいいかな、スタイリッシュというか、ちょっとヨーロッパのシュッとした感じがありますね。アメリカのこの武骨のなこうダスンってした感じともうまたちょっと違う、ちょっと洗練されてる感じですね。まあ俺はちょっとこれ本当に極太を選んでるんで、そんなにこうシルエットの良さとかがこう分かるかなっていう感じなんで、これはあんまり参考にはならないですが、本当ね、後期とかだともっと細くて形綺麗な感じなので、ぜひぜひね、まあ、M65 でもいいですし、まあ、もしちょっとヨーロッパのヴィンテージ興味があったり、もうちょっとスタイリッシュに着たいんだっていう人がいたらすごくおすすめなので、 M47 でもまあいいと思います。まあ、今日は一応 M65 で全部合わせる予定ですけれどもね、はい、という感じです。じゃあ早速ですね、1コーデ目行ってみたいと思います。はい、で、1個目はですねこんな感じです。はい、M65 に、まあ、グレーのウェアハウスの T シャツですねに、ヴィンテージのベストですね。これおそらく1950年代くらいだと思うんですけど、ちょっとピケっぽい素材のベストですね。すごく気に入ってます。なんかヴィンテージの割に形がドンピシャで、こんな綺麗な形のベストなかなかないなと思って、大体ヴィンテージだとすごく着丈が短い、もう短すぎるぐらいのやつとか、まあ、細身すぎる、もしくは逆にここがでかすぎる、ここがざっくりすぎる、脇がねすごい、腕のホールがすげえでかいとか、何かしらどっかに、不都合が出るんですけど、これはなんかもう全部ドンピシャというか、こんなことヴィンテージであんのかなっていうくらいすごくドンピシャなので、本当に気に入ってますね、よく着ます。ちょっと、このコーデもね、ドンピシャかって言われると別にどうなんだろうって感じなんですけど、なんかこうちょもとシャツとかしてもいいじゃんって感じですけど、一応コンセプトとしては夏なので、
T シャツ1枚で本来は全然いいんですけど、そうするとちょっとつまんないなっていうか、もうありきたりすぎるじゃないですか、もうパンツと T シャツオンリーだと。なんでまあプラス1何かするならってとこで、まあ、そこまで邪魔にならないで熱くないベスト1枚プラスしてからですね、まあもっと薄手のベストがあればなお良しですけどね、もっと薄手のベストで羽織って、でベストが1枚羽織るプラスになると何がいいって、ポケットが増えるってことですね。もうここにちょっとした小物を結構ベストだと入れれる、まあ、上がシャツとかだと入れれますけど、シャツじゃないんで、まあ、これポケットですけど、まあ、実際これあんまり入れるポケットじゃないので、ここ T シャツがここもっこりしてると絶対ダサいんで、ここは使わない方が基本的には良くて、ってなるとやっぱりもうポケットこっちに入れるか、まあそういう意味で言うと M6 は結構ポケットデカめなんで、そんなにね上困んないんですけど、まあ、ただなんだろう、デニムのパターンもありますし、デニムの時でも T シャツ、デニム T シャツにプラス1枚ベストを羽織ると、そこにここはすごく助かるし、意外にやっぱカジュアルになりがちな T シャツとパンツにちょっとだけドレッシーさがやっぱ足されるので、なんだろうな、ちょっとおすすめですね。これにまあパナマハットとか被ると、まあこれとの相性もすごくいいんでありかなとは思いますね。はい、あと夏を想定しているので、 M65 ももう裾も上げちゃってますね。ここももう場合によっちゃもっと、もう1ロールくらい上げても全然いいと思います。で靴はもうサンダルです。夏なのでもういちいち履いてないですけど、黒のあのハワイアラスのサンダルを履いてる体でお願いします。もう本当あれしか履いてないので、俺はサンダル、まあご自身の時はもう全然自分持ってるねサンダルとかに合わせればいいと思いますね。はい、でちなみに M65 についてちょっと話すと、 M65 実はこれ3着目くらい3台目くらいなんですよね。っていうのは一番最初に買った時、すごいもっとちっちゃいやつ、もっとタイトな結構ジャストサイズのやつを買ったんですけど、あまりにもちっちゃすぎてというか、ぴったりすぎて、なんか M65 のこのモサッというか、このいい意味で太めのこの武骨な感じが全く出なくって、なんか全然しっくりこなくって、なんかあんまりちっちゃくてジャストすぎても面白くないなって思って、と失敗を踏まえて2代目とか買って、2代目はね6号じゃなくて51を買ったのかな、全部51を買った気がします。そしたら今度それはそれででかすぎて、なんかなんだろうな、本当盛んじゃないですけど、なんかちょっとこう飛び職の方みたいな、もうなんて言うんでしょうか、ね、このボンタンみたいな感じ感がすごく強すぎちゃって、それはそれでまたなんか合わなくて、で3代目ですね、 M65 の本当に今これが個人的にはもう形、サイズ感ももうベストオブベストな感じですね。本当にこの M65 がもう俺の中の正解っていう感じですね。まあ気分によってまたでかすぎる太すぎるとかなるかもしれないですけど、まあ個人的にはでもこれが今のところの最適解ですね。これ以上細くてもつまんないし、これ以上太いとやばなんかちょっと違うなっていう感じの、すごくちょうどいいサイズ感がこの M65 って感じですね。はい、ちなみに M65 は裾もこうキュッとできるんですけど、裾キュッてやると、まあ、シルエット的にはこうバルーンパンツっぽくはなります。まあ、それがありだったら下で結んじゃってっていうやつもありだし、これみたいに今やってるみたいにもう完全にそんな無視して普通にこう巻いちゃってもありです。そこもね 2way というか雰囲気に変えれるんで、もうそこも込みでいいパンツだなと思いますね。はい、まあ、1個目はこんな感じで、じゃあ2つ目いってみたいと思います。はい、で2つ目はですね、もう個人的にはものすごくおすすめで、ものすごくド定番、個人的にはド定番な、組み合わせですね、シャンブレーシャツとM65 です。はい、もうこれはもう俺の中の鉄板ですね。 M65 のこの、モスグリーンと、デニムはいつも合うっていつも言ってるんですけど、まあもちろん、デニムシャツでもいいんですけど、もう夏暑いじゃないですか。なんで、ウエスタンシャツだったりデニムシャツを着るのもちょっと分厚、オンスが厚すぎる、でもちろんジージャンなんか持ってるほかってなった時に、次の最適快適にはシャンブレーかなっていう感じなんですよね。シャンブレーだとシャツなんで完全にペライ薄手のシャツ、
ただ色味としてはやっぱりこのインディゴというかデニムっぽい色合いにブルーなんで絶対合うかなと。でまあ間に挟むんだったら白 T、 これは本当にあのあれですね、暑かったらこう脱げて腰に巻けばいいので、ある種タンクトップよりも汎用性は高い気がします。あのもちろん見せれるタンクトップで見せれる体なんだったらタンクトップにしてこれが一番いいと思いますよ。で脱いで、暑い時は脱いで腰に巻いちゃえばそれがベストですけど、なかなかねタンクトップ一枚で見せるのは結構きついと思うので、そうなるとまあやっぱ最適なのはやっぱ T シャツかなと思いますんで、なんでまあそうですね、肉体タンクトップに自信がある方はタンクトップシャンプレーで、まあそこをそんなに見せるつもりないよっていう人は T シャツシャンプレーがまあ最適解かなと個人的なですねには思ってます。はい、でもっと言うとあのもうちょっと余裕がある日、そんな暑すぎない日だったら個人的にはですね、こう中タンクトップにしてシャツをもうメインでもう脱がない手で上まで留めちゃった上で、さっきのベストとか、もうちょっと薄手のねあのベスト、昔あの紫のベスト持ってたんですけど、この紫のベストとかを、ここに羽織ると、あのさっきのコーデのまあ、シャツ版ですよね。でもうちょっとシャツとベストなんでもうちょっとさらにドレッシーっぽくもなるんですけど、まあ、下前もこうなんでそんなになんだろう、ドレスしすぎない、ちょっと外してるっていう感じで、結構ねちょっと勝ちでもないですけど夏のラフすぎ感がそこまで出なくて、結構おすすめなコーデですね。はい、まあ、あとはもう普通に暑いので、ここら辺は全然まくっちゃってありだと思いますね。あの着るんだったら、暑くて腰巻くなら意味ないですけど、着るんだったらこれですね。まあ紫外線予防的には、全部長袖として下まで、ここまでちゃんとやって、外出するのもありだし、まあ、日焼け止めクリーム塗ったりそんなの禁止で焼けたっていいよっていう人は もちろんそのまんま、こう着丈を上げちゃってもいいと思いますし、はい、まあ、結構ね電車だったりあのデパートとか入るともうクーラーが死ぬほどかかってるんで、本当にねかけすぎだろっていうぐらい寒い時あるんで、さすがにねこう T シャツ1枚で出かけると結構痛い目見る。あの目的用途によっては地獄のような寒さに耐えながら飯食ったり友達と話しなきゃいけなくなるんで、まあ真夏とはいえ調整のできるシャツ1枚あるとすごく便利だなと思いますね。そういう意味で腰に巻ける長袖が、個人的にはいいかなと思いますけど、はい、まあ、今年ね半袖のアラホ死ぬほど買ったので、まあもうそんなことも言えずに半袖を今年は着ていくんでしょうけど、はい、という感じです。で2つ目はこんな感じですね。はい、じゃあ3つ目いってみたいと思います。はい、3つ目はですね、逆にほとんどしないコーデをあえてちょっとしてみました、選んでみましたという感じですね。そもそも黒 T 自体あんまり着ない、で育ってきたんですけど、ちょっとこの間ジョングラッコーのね、黒 T を買って結構これ形が好きで良かったので、まあ、今年結構着ていこうかなと思ったので、まあ、ちょっとそういう意味でも挑戦って感じで黒 T 行こうかなと。であとまあもちろんね正直その T シャツと気に入った T シャツと M65 だけでも十分完成するというかもう成立しちゃってるんですよね。もちろんあの全然それでいいんですけど、ただまあせっかくコーデの動画なのになんか これだけだともうそれ合うでしょっていうか当たり前でしょっていうか、もうなんか何だろうな、今日の美味しい、料理ご飯と卵で卵かけご飯みたいな紹介しても知ってるしみたいな、その2つ合うの知ってるしみたいな、そこに何かこう醤油じゃない何かを足すからとか上に何かしらすとか納豆入れるからあの新しい発見やって面白いでしょっていうところだと思ったので、もう何かポッパツプラスでと思った時にですね、まあまあちょっと同じようなトーンのグレーのシャツを入れてみようかなと思って、ちょっと実験的に今初めてこんな組み合わせでやってみたんですけどどうかな
どうですかね、個人的にそんなにハマんなかったなって感じですね。なんだろうな、何が敗因なんだろうな。ちょっとそのキレっぽくとか同じトーンで持ってきすぎたかな。なんかちょっと無難を目指して失敗した感がすごいあるな。なんかつまんない、すごいつまんない感じになっちゃったなっていう気がしますね。なんでだろうな。そう、なんかここまではいいんですけどね。なんか黒とミリタリーも絶対合うんで、もうこの2つもすげえいいんですよ。もうこれ、うん、そう、これで別に全然いいかなって感じですよね。本当にこれに本当アクセルつけてもいい、まあ、つけなくてもいいですけど、もうシンプルにこれだけでももう全然成立してるんですけどね。まあ、ちょっと綺麗めっぽいこのグレーのシャツが入ってくると、ちょっとまたミリタリーとバッティングするのかな。黒ともなんかこう中途半端に結局どっちのコースに行きたいのっていうのがなんかこう定まってない感じがすごいするのかな。もっとそのシャツに合わせてドレッシーにしたいなら、もっと細身の綺麗なパンツにすればっていう感じもするし、こっちのミリタリーに合わせるんだったら、もうちょっとラフなシャツにしたらっていう感じなのかな。なんか個人的にはなんか失敗してる感がすごいありますね。まあ勉強だな。こうやって締めたとてですね、まあ、逆に黒が見えない方がもうちょい潔いかなって感じしますけど、シャツとこれだけって感じの方がですね。まあちょっと初めてやった雰囲気のこれだったんでちょっとあれでしたけど、なんでまあ自信を持ってお勧めするのは2番目のシャンブレーぐらいかって感じですけどね。まああとあえてアロハ、もうちょっとアロハの動画もちょっと結構多いので、あえてねアロハここに入れてくると、もうアロハ尽くしすぎるんでちょっとあえて外してますけど、もちろんねこれに最初に着てたあの赤いあのチェリーブロッサムとかでもいいし、ゴーヤももちろんあるし、100トラの赤も絶対合うし、あのもう本当に何でも合うと思いますね。アロハもありだとは思います。スカルトもこのシャツ着るくらいなら本当絶対そっちの方着た方が合うと思いますけど、はい。というわけでちょっと3つ目はあんまり個人的には納得いかなかったかなという感じですが、一応ですね、まあ、ここまでだったらありかなという感じですね。当たり前ですけど、はい。というわけで、今日はですねこちらの夏おすすめ M65 のパンツ、まあ、ちょっとねちょっとごついので、ちょっとだけ夏にしちゃ暑いかなっていうところはあるかもしれないですが、まあ、クーラー微妙に効いてるところもありますし、まあまあまあ通年使えるパンツなのでね、 M6 は全然ありだと思います。あとまあこれももう上げればもうここら辺ぐらいまで全然丈もちろん上げれるので、あね、あのまくってね、あの履けば全然いいと思います。はい、まあ何よりタフなんで、急遽ねバーベキューやりますとか、友達と川に行くってなっても全然耐えうるパンツは、綺麗にそんな履くパンツじゃないので、もう全然耐える、そしてその割に安く見つけやすい、次がまたダメになっても次って行きやすいパンツなので、ものすごくおすすめです。はい、というわけで今日はですねこの M65 に合わせるコーデをちょっといくつか紹介してみました。はい、なんかね、良くも悪くも何か参考になればと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。これにね関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね好きな服着て楽しくやりましょう。またね。